こんにちは、アラサー夫婦です。今回は月3万円配当金パターン別ポートフォリオ参戦米国高配当株 ETF 版というテーマでお伝えしていきます。前回ですね、日本株バージョンの月3万円配当金のポートフォリオ参戦をご紹介させていただきました。そちらの動画が大変ご好評いただきですね、今回は米国高配当株 ETF バージョンでご紹介していきたいと思います。今回も3つのパターン別でそれぞれポートフォリオを紹介していきます。具体的に投資する銘柄やそれぞれへの投資額、分配金について詳しくご紹介していきます。そして最後にはアラサー夫婦の現状の高配当株 ETF のポートフォリオと今後の理想の形についてもご紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。では早速見ていきましょう。まずはじめに月3万円の配当金を得るために必要な資産額と利回りを確認しておきましょう。こちらの表では日本株と米国株の税率を考慮し、税引き前での必要な投資額をまとめております。米国株はこちらですね。日本株の場合だと税引き前で45万円の配当金を受け取れば、税引き後ですね、手取り月3万円の配当金を受け取れます。米国株の場合、日本株に比べて税率が少し高いので、税引き前で46万1500円必要になってきます。ここからそれぞれ税金が引かれると、税引き後で年間36万円、月3万円の配当金を受け取れるわけです。ここまで必要な資産額を見て、こんな大金ないよ。米国の高配当株 ETF だけにこんな資金振りにくいって思った方もいらっしゃるでしょう。そんな方も、まずは少額ずつ始めていきましょう。いきなり大金を投資するのは慣れるまで怖いです。そして動画の後半では少ない資金でも月3万円の配当金を得るコツについても紹介しますので、ぜひお楽しみにしてください。今回パターン別で3つのポートフォリオを紹介していきます。まず1つ目は安定分散型。2つ目は資産クラス分散型。3つ目は超利回り重視型。この3つです。ぜひ自分の投資の目的に合わせてポートフォリオを組む際に参考にしてみてください。ではまずはじめにパターン1、安定分散型見ていきましょう。ここではこの3つの ETF を使ってポートフォリオを組んでいきます。もう皆さんおなじみの SPYD、HDV、VYM、 米国の高配当株 ETF 御三家です。現状の配当利回りはそれぞれ SPYD が 4%、 HDB が 3.3%、 VYM が 2.8%。 これでポートフォリオを組んでいきたいと思います。また他の基本情報については止めてゆっくり見てもらえたらと思います。安定分散型のポートフォリオがこちらになります。今回はそれぞれ VYM、HDV、SPYD に均等に投資をしてみました。それぞれ投資額は450万円ずつです。そして購入できる株数がこちらの表のようになってます。一株配当金は年間の配当金をもとに計算しております。そして得られた配当金がこちらです。ドルでまとめております。合計の投資額が1350万円。ポートフォリオの利回りは 3.3% になりました。配当金は3942ドル9セントとなりました。およそ4000ドルを超えると月3万円の配当額になります。次にこのポートフォリオのセクター比率も見ていきましょう。このようなグラフになりました。全体的に見るとかなりバランスの取れたセクター比率になったかなと思います。このように SPYD、HDV、VYM にそれぞれ同じ割合で投資すればかなりセクター分散はできますね。高配当 ETF の投資比率に悩まれている方はざっくり1対1対1からやってみてもいいんじゃないかなと思います。以上がパターン1、安定分散型です。続いてパターン2、資産クラス分散型を見ていきましょう。ここでは先ほどの高配当株 ETF 御三家に加えて PFFD グローバル X 米国優先証券 ETF と RWR スパイダーダウジョーンズリート ETF、 この2つの銘柄を加えてポートフォリオを組んでいきたいと思います。というのもこの PFFD と RWR はちょっと今までの株式と違った資産クラスになります。 PFFD は優先株を集めた ETFRWR はリート、つまり不動産の ETF になります。こんな ETF 初めて聞いたよっていう方もいらっしゃると思うので、少し解説していきます。経費率は PFFD が 0.23%、RWR が 0.25% と、米国の高配当株 ETF と比べると少し割高ですが、まだ許容できる範囲かなと思います。そして気になる配当利回りは PFFD が 5.6%、
RWR は 3% となっています。そして分配月は PFFD は毎月分配金が支払われます。 RWR は先ほどの米国高配当株 ETF と同じように3の倍数月に支払われます。まず PFFD は優先株式を集めた ETF で、この優先株式というのは株式と債券の中間に位置する有価証券と言われています。株式と債券の両方の性質を持っていると言われています。こちらの図を見ると分かりやすいです。緑色の矢印に法的弁済順位と難しい言葉がありますが、これが高い方が企業からの配当が優先して支払われるということになります。なので普通の株式よりも優先株式の方が優先して配当金が支払われます。ただし配当の支払いにおいては有利な扱いを受けますが、株主総会での議決権はありません。そして株式よりも価格変動が小さい傾向があります。利回りは社債よりは優先株式の方が高くなってます。これはデフォルトした時に普通の社債の方が優先して支払われるので、その後になっているので優先株式の方が普通の社債より利回りは高くなってます。こちらは設定来からの株価になります。見てみると本当に値動きが小さいのがわかると思います。だいたい22ドルから25ドルぐらいを推移してます。コロナショック時はガクッと下がって20ドルを割りましたが、またそこからはですね、いつも通りの値動きになっているかなと思います。なので値上がり益は狙いにくく、配当金を目的とした ETF になります。これまでの配当実績はこちらです。2017年の途中からですね設定されたので、2017年分は少し少なくなってますが、それ以外の期間はですね、ちょっと短いんですけど、安定していると言えるんじゃないでしょうか。次に RWR 見ていきましょう。こちら米国の不動産の ETF になります。リートですね。不動産といってもいろんな種類があるんですが、 RWR が多いのは工業用、オフィスと住宅用ですね。これで5割を超えてます。他には小売りとかが続いている感じですね。こちらチャートになります。やはりですね、リーマンショック時にはかなり株価下がってますよね。でそこから株価ね、少しずつ上がっていって、またコロナショック後に最高値を更新しています。こちらがこれまでの配当推移になります。見ていくとですね、そこまで安定感はないのかなといった感じですね。やはり不動産セクターは景気に左右されやすいという特徴があるので、ちょっと分配金には波があるといった感じですね。ではここまでご紹介した PFFD と RWR、 そして米国高配当株 ETF 御三家、これらを合わせた資産クラス分散型のポートフォリオがこちらになります。こちらもそれぞれへの投資額は均等にしてみました。250万円ずつですね。そして購入した株数も載せております。このポートフォリオで計算すると合計の投資額は1250万円、ポートフォリオの利回りは 3.75% です。そして受け取った配当金が4078ドル3セントとなりました。4000ドル超えているので月3万円ゲットできますね。 PFFD の利回りが 5.6% と結構高めなので、1つ目で紹介した安定分散型よりは利回りも上がって、必要な投資額も100万円減ってます。資産クラス別に見るとこんな感じです。株式 60%、 優先株が 20%、 不動産が 20% となってます。正確に言うと SPYD の中にも不動産が含まれているので、実際はもう少しだけ不動産セクターの比率が高くなっています。こちらのポートフォリオは株式への集中投資にはなんだかちょっと抵抗あるなっていう方、もう少し分散してみたいなっていう方には検討してみる価値があると思います。では最後にパターン3つ目、超利回り重視型見ていきましょう。ここでは新たにこの2つの ETF を加えたいと思います。そうです、QYLD と XYLD です。 QYLD はグローバル X ナスダック100カバードコール ETF、 XYLD はグローバル X S&P500 カバードコール ETF です。そう、カバードコール戦略をそれぞれナスダック100と S&P500 で使った ETF。 この2つの ETF は昨年から投資家界隈を賑わせてますよね。経費率はどちらも 0.6% と、これまで紹介した ETF よりは少し割高な感じがしますよね。ただこの経費率をもカバーしうる配当利回りです。 QYLD は現在 13% を超えてます。そして XYLD は 9.5% あります。どちらも最近株価が下がっているので利回りが上がってます。そしてなんといっても分配金が毎月受け取れるというのも魅力の一つです。
この2つの ETF はカバードコール戦略というオプション取引を使って利回りを上げている ETF なんですね。このカバードコール戦略についてはこちらの動画で初心者でも分かるように丁寧に解説しているので、またチェックしてみてください。こちらそれぞれのチャートになります。見ていくと赤色の QILD は設定来からマイナス 22% とかなり株価下がっています。一方 XYLD はなんとかプラスの 8% となってます。特に QYLD は配当利回りは高いですが株価が下がっているので、なかなか投資初心者の方には手が出しにくいのかなとも思います。こちらがそれぞれの配当推移になります。配当金に関しては比較的安定しているかなと思います。 XYLD に関しては2年前に指数を変えたこともあって、昨年2021年の配当金はかなり増えましたね。そんな超高配当な QYLD と XYLD を組み込んだ超利回り重視のポートフォリオはこちらです。 QYLD、XYLD に加えて高配当株 ETF の中でも利回りの高い SPYD と、先ほどご紹介した PFFD 優先株を集めた ETF、 この4つでポートフォリオを組んでみました。ここでも投資額はそれぞれ均等です。150万円ずつです。購入できる株数も載せております。投資額の合計はなんと600万円です。そしてポートフォリオの利回りが 8.02%、 もう驚異的な数字になってます。そして受け取れる配当金が4187ドル6セントと4000ドル超えているので、しっかり月3万円以上配当金を受け取ることができます。 ETF4 銘柄に均等に分散投資をしても、なんとポートフォリオの利回りが 8% を超える、かなり利回り重視のポートフォリオが出来上がりました。個人的にこの利回り重視型がおすすめな人は、すでにある程度の資産額までインデックスファンドなどで増やした方で、その資産の一部を超利回り重視型に振り分ける、こういったスタイルがいいのかなとも思います。以上がパターン別ポートフォリオ3選についてでした。ここまで聞いて、こんな大金ないよ、私には、と思った方もいらっしゃるかもしれませんが、2つのポイントを意識すれば、少ない投資額でも受け取れる配当金を増やすことができます。それは、増配と節税です。まずは節税方法について見ていきましょう。米国株の配当金にかかる節税方法としては、外国税額控除というものがあります。これは確定申告の際にするものです。米国株の場合、通常 10% の外国税が徴収されます。その 10% のうち一部を取り戻すことができるんですね。完全に 10% 取り戻すのは難しいんですが、その一部を取り戻すことができます。確定申告しないといけないの、めんどくさいな、なんだか難しそうだなと思った方も大丈夫です。こちらの動画で実際の画面を見ながら解説している動画も作ってますので、ぜひ参考にしてみてください。次に増配についてです。ここでは米国高配当株 ETF の増配率を見ていきましょう。それぞれ SPYD は 0.51%、HDV は 5.3%、VYM は 7% です。これは直近5年間期価平均したものです。この増配率と利回りについてはこちらの動画でも詳しくご紹介しているので、米国の高配当株 ETF に投資したいと思っている方はぜひ参考にしてみてください。例えば今回ご紹介した安定分散型の場合、このポートフォリオ全体の増配率は 4.22% になります。この安定分散型の増配率から将来の利回り、そして受け取れる配当額を見ていきましょう。それらをまとめたものがこちらになります。安定分散型ポートフォリオの利回りは 3.3% でした。そこから毎年 4.22% ずつ増配していくと、3年後には利回りが 3.74%、 5年後には 4.06%、 こういった感じでどんどん利回りが上がっていきます。25年後にはなんと 9.27% まで上がってます。そしてこの安定分散型ポートフォリオへの投資額も500万円、700万円、1000万円と、この3つのパターンで計算してみました。例えば500万円を投資した場合であれば、1年目は配当金16万5000円です。ただそこからどん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 受け取れる配当金は増えていって、25年後にはなんと46万4000円になってます。月換算にすると3万円を超えるんです。このように増配率を考慮すると、将来受け取れる配当金は増えるんですね。この表のうち月3万円を受け取れるのは青色で塗りつぶしたところです。
今すぐ月3万円の配当金を得るためにはある程度の投資額が必要かもしれませんが、このように増配率と外国税額控除をしていけば少ない投資額でも得られる可能性は十分あると思います。月3万円の配当金生活へ向けて一緒に頑張っていきましょう。ここまで米国の高配当株 ETF についてご紹介してきましたが、もっと個別株の勉強もしたいっていう方はこちらのレポートがおすすめです。こちらはオックスフォードクラブジャパンさんが発行している永久に持っておきたい6つの高配当米国株という特別レポートです。こちら無料メルマガを登録するだけで実際に6つの銘柄を教えてもらえます。ただ6つの銘柄を教えてもらえるだけではなく、プロの投資家がなぜこの銘柄が良いのか非常に勉強になるレポートになってます。すでにたくさんの方に読んでいただきありがとうございます。まだゲットされていない方は概要欄のリンクから飛んでぜひ無料で読んでみてください。では最後にアラサー夫婦の高配当 ETF のポートフォリオを紹介しておこうと思います。現状はこんな感じになってます。 HDV の比率が一番高く 35%、 次に SPYD が 33% とほぼ同じぐらいの投資比率になってます。そして VYM が 22%、 そして VIG、 こちら連続増配 ETF ですね、こちら 7% を占めてます。 QRD は 3% とかなり少ない比率ですが保有しております。直近の理想の形としてはこんな感じをイメージしてます。HDV と VYM を同じぐらいの比率まで高めたいと思ってます。今年の一般NISA枠で VYM を購入すれば、まあ、これぐらいの比率に近づくかなと考えてます。そして SPYD については一旦買い増しをストップしてます。 VYG は数株ずつ毎月投資信託の積み立てのように購入してます。 QYLD に関しては一旦買い増しはストップして様子見しているっていう感じですね。実際に分配金を毎月受け取って自分がどのように感じるのか試している感じです。最後にまとめです。今回は米国の高配当株 ETF パターン別ポートフォリオ3選についてご紹介してきました。まず1つ目は安定分散型です。 SPYD、HDV、VYM でポートフォリオを組みました。投資額は1350万円、利回り 3.3% のポートフォリオを作れます。そうすれば月3万円配当金は受け取れます。次に資産クラス分散型です。 PFFD 優先株と RWR 不動産を組み合わせた資産クラス分散型です。投資額は1250万円、利回りは 3.75% のポートフォリオを組めました。そして最後3つ目、超利回り重視型 SPYD、PFFD に加え QYLD、XYLD を加えたポートフォリオです。投資額はなんと600万円で済みます。利回りは 8% と驚異的です。今回はあくまで3つのパターン別で紹介しましたが、これらの銘柄をそれぞれ混ぜてですね、自分でカスタマイズしてみるのもいいと思います。ポートフォリオを組む際の参考にしてみてください。はい、今回は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。もし今回の動画良かったなと思っていただければ、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。Twitter、Instagram もやってますので、フォローしてもらえると嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。じゃあアラサー夫婦です。聞こえますか？